ゲント軍。ゲント軍は、艦長により現在の中国東北部の南部から北朝鮮に設置された植民地。ラクロ軍、リントン軍、新ン,ン軍と共に男四軍と称される。ゲント軍は、その設置期間に3段階の遠隔が存在し、それぞれ第一ゲント軍、第二ゲント軍、第三ゲント軍と呼ばれている。歴史研究ではこれらを混同を避けるべく明確な。 分類を行う必要がある。前107年、元宝4年に、両党軍の東、落老軍の北に隣接する地に設置され、優秀に属した。かつての総海軍の再建が、元都軍であるとの説もある。軍地は、夫祖県に置かれた。軍内の県は、夫祖、高栗、西外馬、西街場上ダイ大の4県しかわからない。これらの県は、 第三元都軍の県として移転されたので後々まで記録に残ったものであり、これ以外の県についての詳細は記録が散逸して不明である。が、当時の個数は4万5千六個、人口は22万1845人。当初の領域は、両東軍北端から出発して、中朝国境地帯山学部、吉林省東部と北朝鮮事故、両行動にまたがる地域から、 環境道を通り日本海に達する回廊上に県城が並んだものと推察して、これをゲント回廊と呼ぶ学者もいる。八82年、下と5年に男4軍のうち新番軍、林東軍が廃止され、そのうち林東軍の6県が落朗軍に編入された。ゲント軍はこの時廃止を免れたものの、夫諸県が落朗軍に編入された。この7県、 ミネイ東七県は、落朗軍東部隊の管轄とされた。玄都軍の軍地は、オットソ県から変わって、航空機県、現在の吉林省周安市通行号に移された。これで、玄都軍領域の内日本海沿岸部、環境南北道は、オットソ県とその周辺一帯を除いて、大部分が放棄されたことになる。同時に、林東軍領域の内北部の六県を除く半分、以上、 旧県も放棄された三世紀の寒温度の東は遺族の起源。紀元前七十五年、元を取り年になると未開であり、人口の少ない北部や東部の丘陵、山岳地帯は統治費用がかさむとして、直接支配を徐々に放棄して、作法体成果での間接支配に切り替える方針になり、元都軍は西へ縮小移転された。軍地の高栗県は、 現在の両年勝部順市内の東部、新品満足自治県営領鎮道場村、昔の境境付近へ移され、元の場所には、高栗港、後の高栗ク王国の前身が作法を売れた。新の市建国四年、十二年、移民族別施政策を進めた王毛が高栗を下の区へ改名したために、高栗が元都軍を侵犯するようになる。五が成立すると武年、 三十年に、落老軍東部隊は廃止となり、峰東七県の直接統治は放棄され、それぞれ県校として作法して独立させた。その一例として、夫祖、君、夫祖町の議員など発見されている。三世紀の、要素族の起源。県務八年、三十二年に、高栗公は再び作法体制会へ組み込まれ、公から王へ昇格された。1 0年。 英書元年になると、玄都軍はさらに西に移転し、両東軍の内部に移された。両東軍北部といの管轄区を、両東軍から切り離して新しく、玄都軍とし、両東軍に隣接していた旧玄都軍を廃し、高栗による領有を許可した。これにより、旧玄都軍の領域はすべて放棄された。軍地の高栗県は、現在の信用、信用と武順の中間からやや信用寄りにされた。 初見のうち、高ー県、上院大県、西外馬県の3県は、もともとは、玄都軍にあった、初見の県名を移動させてきた者の,の残死である。個数は4万五千6、口数は22万1845人。五巻末、両党大衆の高村氏が独立すると、隣接する旧玄都軍政端部から高ーを駆逐した。その後、宗高氏は、 審判を繰り返す高ウクに対して、旧剣を派遣して、大いに打ち破り、元都城を帰城した。これにより、旧元都軍西部は、義の領有となり、精神、前縁、前身、あと、燕へと継承された。当神の時代になると、旧元都と元都両党の二軍は、後縁とコウクとの、間での争奪が繰りされたが、404年、最終的に、両党軍は、 コークリの領有となった。これに前後して、ゲント軍もコークリの手に落ちたと推測される。コークリ王国を構成する五部族の前身が、ゲント軍の五県の健康だったとすれば、32年、県務八年に王に作法された段階で五部族の連合体としての王国が成立したとも見える。コークリ王国の王と、ガント城は、ゲント城がなまったものである。 後世に編纂された三国式に記載された伝承では、高栗は全37年に建国されたことになっており、これは第二元都軍の期間内に当たるため、中国側から高栗公と呼ばれた勢力が大雑把にほぼその頃の建国であることは信憑性があると考えられている。なお、三国式では高栗は最初から王として出てくるが、中国が与える称号、 作法体制内での官職としての王と自国内の事象としての王は必ずしも一致しないのでこれは大きい矛盾とは言えない。北朝鮮の学会の定説及び韓国の学会の一部では官帝国による朝鮮半島併合の事実はなかったとして男四軍の位置が実は朝鮮半島の外部具体的には通説で有料党軍の内部に存在したと 主する。この説の場合のゲント群は、徐々に縮小したのではなく、紀元前107年から一貫して、信用付近にあった、つまり、通説でいう第三元ン軍群というものである。これらの遺説は、北朝鮮の学会では、定説となっており、韓国でも、在野の歴史学会、アマチュアの歴史愛好家から、支持されているが、主流の歴史学会、大学教授からなるからは批判されてり、 韓国では定説になっていない。また日本やアメリカや中国の学会では全く認められていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。